ああ、母ちゃん、また金かよ。なんでわけのわからない女に金をかからなきゃなんねんだよ。今月は厳しそう。なんとか金作らなきゃ。こないだ送金したばかりじゃねえか。誰なんだよあの女は。お願いだよ、送金してくれないかい。俺は ATM から知らない女に3万円送金した。血のつながってねえ親父が怪しい事業に手を出して行方不明に。母ちゃんにとんでもない金が請求されて、なんで俺がそれを送金しなきゃなんねんだよ。母ちゃん、なんなんだよあの女。俺は街を野良犬のように歩いていた。ふとある看板が目に入った。ビットコインセミナー。俺は気になり階段を上り始めた。いらっしゃいませ、どなたの紹介ですか。いや、あの、初めてなんだけど。はい、大丈夫です。参加費2000円です。中へお入りください。皆さん、とにかく儲かります。ネットワーク10年やっても稼ぐやつは幹部だけ。なんだこいつら。会場は怪しい雰囲気にあふれていた。親父もこんな奴らの話に乗っちまったんだろうか。さあ、このチャンスに大金持ちになりましょう。ふん、お前らみたいな奴がいるから人生棒に振る人間が増えるんだ。ん？あなた何様ですか。会場の目が一斉に俺に向けられた。まさにそれは野良犬を見る目だった。